はい、小宮です。今日は、まあ、この間ブレイキングダウン7が終わって少し3日ぐらい経ちました。今日はちょっと、まあ、料理を作っていきながら動画を撮っていければいいなというふうには思うんですけど、自分の中でいろいろ決意したこととか自分の意識が変わったりした瞬間があったんで、ちょっと今日はそれについて料理を作りながらお勝負できたらなというふうに思ってます。久しぶりの料理ですね、YouTube では。そう、今日は家族と久々にちょっとご飯食べるんで。作ってるんですね。作ってます。怪我の調子はどうです？痛いところは様々あるけど、そんなこと言ってられないんで、もう早く治して、早くさっさと練習再開します。目はだいぶ治ってきたっすね。目？結膜炎がまだあるけど。なんかいろいろさ、試合のこと振り返るとさ、結構俺本気で練習してたの、本気で試合に対して。まあ、練習量も多かったですね。自分の中で、まあ、格上っていうのもあったし、すげえテンション上がってたわけ、なんかだから今までで一番いい試合はできたとは思うんだけど、まあ勝敗に納得いってるか納得いってないかまた話別としてね、もっとこれから強くなっていくためにもあれ以上の練習量をやっぱりこなさないといけないなっていうふうに言われたので。今までの練習の成果みたいなのは出せた試合だったんですか？まあそうだね、カイ君のところに行って習ってたことだったりとか、いろいろ習ってたことはこの試合では出したとは。その結果、まあ練習があっちの方が上回ったという、本当それだけだ。まだまだ足んなかった。あっちはライジン出てる選手としてさ、練習量が多いわけ。生活の中心が多分格闘技だな。そうですね。確かに小宮さんもお酒ももうずっと前から抜いて、結構久しぶりなんじゃないですか、こんだけ抜いてやってたの。確かに。それもあって本当にちょっとお酒がね受け付けない体になった。マジで飲まなくなった。試合終わっても。まだ飲んでないんですか？ちょっと飲んだよ、けど体が受け付けないの。美味しくないんですか？もともとそんなさ、お酒好きだけど。そう、めっちゃ好きってわけじゃないですよね。実際にコメント欄とか見てると結構アンチ減ったなっていう印象なんですけど、 DM とかでも来てます？バタバタしてる。全部は返してないけど、DM は来てた。あ、それもあってもちろん俺はずっとアンチ多いからさ、一面二人とも気にしてないんだけど、今回応援されてる声がすげえ多かったので。ユウシさんも結構アンチ多いですからね。ただやっぱね、なんか無理だね、俺なんか試合終わったらなんか仲良くできないもん。コラボの話とかも来てるけど、断った。まあいいんじゃないですか、無理してコラボするより。あと3年以内に俺がライジンって潰すんで。MMA ルールで。 MMA でいつぶりの料理ですか？結構久しぶりなんじゃないですか？久々。小宮さん的に今回、まあ、全部の試合見てないと思うんですけど、ベスト試合はどこ対どこの試合でした？安井君だね。あー、ポーランドさんと。やっぱマジ強いね。強かったっすね。攻撃をなんかさせなかったっすもんね。お前柔道経験者のお前からしてみたらどうなの？自分の得意な戦い方に持ってくのがやっぱりあれ、多分しようとしてもできないんで普通。やっぱすごいよね、あれは。あれはすごいですね。まあ、今もう実質ポーランドさんが最強みたいな感じでしたからね、ブレイキングダウン。事実上ジョリー。そうです、慶之助さんに勝ったんで。あれは柔道も強い。あそこでさ、一本強いさ出せるもん。競技は全然違うですけど、柔道も多分強いと思うんですよ、彼は。やっぱり道着を着てるんで、柔道は全く違うんですよね、掴めるっていうのが。柔道やったことあります？中学校の時に授業ですか？授業でやって、なんか黒帯の先生とマジ大喧嘩して柔道の授業中に。なんでですか？締め落とされかけた。なんかもう理由覚えてないんだけど、喧嘩した。そうですね、やっぱりだから柔道とかレスリング初心者は MMA 結構覚え早いような気がしますけどね。ああ、
ただ自分も去年ぐらいに米尾さんと軽くスパーしたっすけど、全くダメダメでしたね。全く別物っす、競技が本当に。はい、俺その次の日から1週間1兆円で寝込みましたもん。ずる休みは？いやいや、マジガチっす。あれ最初なんか嘘っぽい感じでしたけど、ガチでした。あれだってあの日1週間くらい前もなんかお前長期休みしたの、コロナとか熱出しないと。ああ2日ぐらい、なんだっけ、なんかあったっすね。何品作ってんすか？めっちゃ作ってん。久しぶりだからいいんじゃないですか。めいっ子たちもいるんで食べるかな。僕の分もさすがにありますよね。ない。いやいや、こんだけありゃ。これが最後の料理ですか？最後。はい、完成しました。キャロットラペと、クリームの唐揚げのあんかけ、ライスペーパーを使った春巻き、鶏のクリームソース、ゆだれ鶏、ピネップフルーツと、レーズンのサラダ、ジャガイモのガレットになります。すごい、何品ですか、これ。1、2、3、4、5、6、7。7品。いや、よし。じゃあ、食べていきますか。はい。いただきます。揚げ春巻き、いただきます。冷めてないですか？どうした？結構時間かかったですからね、うん、減量後は何食べたんですか？一番最初ステーキですか？一番最初ですよ、計量終わって。チャーハン、コンビニの、うん、うまかったですか？まあ、でもなんかあんま食ってないですよね、試合後も。水飲んだら最高ですけど。さあ街に出てきましたけど、うわあ、昔住んでた街だけど、正直俺はなんかあんまりそんな思い出がある街別にないんだけど、実家が今そこにあって、久々に実家に帰ってきてみんなでご飯食べたんで。地元ではないですか？地元じゃない、地元はね、板橋。今回さ、さっきさ、なんかいろいろ自分の意識が変わったとかって話をしたじゃん。はいはいはい。やっぱり相手はずっと格闘技を中心の生活に置いて練習して生活してきたわけじゃん。はい。その中で俺はそうじゃなかったから、ちょっといろいろ忙しくなっちゃって、まあ会社立ち上げたりとか、はい、今飲食店の準備進めてたりとか、はい、まあ本業がもともと料理人だから、ね、そういう方面での仕事を頑張ってたんだけど、まあ、いよいよちょっとまあこんなんじゃ勝てねえかなと思って、うん、まあ当たり前だけど、だちょっと格闘技を中心に置いた生活にしていこうかなっていうふうには今思ってて、これからね、どん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 ブレイキングダウンも盛り上がってると思うけど、ここでタイマンこいてたらずっと負け続けるだけでしょ。これからねブレイキングダウン出続けるんであれば、本当に選手としてのレベルとかステージとか上げて、なんかこんなんで強くなったねんで、なんか喜んでらんないから、結果負けだから、負けは負けなわけよ、うん、結果が全てだ、この世界。頑張ったで勝なんかないわけだから、今は割とモチベーションしたら上がってます。どう、写真撮ったんですか？ちょっと今撮影中です、ね、今そんな流れ、ちょっと自分の中でいろいろね、余ったれてた部分とか全部いろいろあったけど、うん、そういったものを全部もう一度見つめ直して、本当に自分が何になりたいのかなとか、なんか正直めちゃくちゃ悩んでたの、ちょっと前、うんうん、経営者とかインフルエンサーとか料理人とか、うん、格闘技とかいろいろなんか多方面に行き過ぎて、うん、正直何に集中したらいいか本当に分からない時期で、うんうん、一時期ずっと俺イライラしてるじゃん。そうですね、まあ、悩んでるのは分かりましたね。何に悩んでるのかもあんまりよく分かってないくらいでさ、本当に何しててもなんかずっとイライラしてる。正直なんかまたちょっと前に ADHD のこととかなんかいろいろ話してたりしてたけど、うん、なんか本当にそれとまた前みたいな状態がちょっとまた戻ってきちゃって、正直生活もままにならなかったし、うん、
やっぱりなんかスポンサーとか応援してくれてる人たちとか、なんかそういったのになんか今のまま示しがつかねえなと思って、今回改めて格闘家として生きていくっていうのを改めて決めました。そんな中でね、まだまだ自分に足りてねえもんとかいろいろ全部分かってるけど、なんか俺はもう生き様とかそういったもんを見せていきたいなっていうふうに思ってて、だから発信っていう SNS を使ってね、刑務所から上がってきた俺の生き様とか、格闘技やってボロボロになって負けんのも俺だし、アンチに仕事も叩かれてんのも俺だし、ただそんな中俺がどうかっこよく生きるかっていうのはもう全部俺次第だからさ、どんな声があろうと男として生きていくことは変わりはないから、これからもっと練習して次戦いたいやつとかももっともっといるだろうからね。オーディションでは俺もいつか勇士にはリベンジしたいなと思ってるし、外人行った先で3年後だ。いやでも勇士の年齢的にはもっと早くだな、来年までに勇士と打ち直せるように今は本当に格闘技に集中していこうかなと思ってます。正直それまで酒もやめようかなと思ってね。ていうよりかなんかしばらく酒抜いたらさ、なんか酒がおマジ体を受け付けなくなって、ちょうどいい機会だし、あ別にいいかなっていう感じで酒はやめようかなと思いました。これがどういう結果になるか分かんないけど、格闘技やるのが俺の人生の中でも些細な部分になるかもしれないけど、ここで戦うことに絶対間違いはないだろうし、この経験っていうのは俺の人生の中で本当に大きな経験になったり、どんどん積み重なってそれでどう生きるのかとかもいろいろ決まってくるし、まあ見ててくれよって感じだけどね。最後に米尾さんよりも下の世代とかが米尾さんを見てやっぱりブレイキングダウンに応募しましたみたいな人も結構多い中で、そういう若い世代とかにも一言あればお願いします。まあそうだね、まあ自分の主張の戦いの場だから、おっさんになっても出るし、出る人は出るし、自分の主張とか自分が伝えたいこととかそういったもんが募りに募ってあそこで発散できる場でもあるから、まあいろいろコンセプトとか、まあ、ブレイキングダウンの中にあるとしても、なんか主張を持って出てきてほしいし、なんかその主張をどういう生き方を通して伝えてきてるのかとか、そういうのも大事になってくるから、お前らみんなどう生きるのっていう、俺はなんか戦ってる相手とかにはそれを求めて生きていきたいなと思ってます。まあこれからブレイキングダウン応募してるやつとかもいっぱいいるだろうし、俺とやるやつもいると思うけど、いつでも相手になんかかかってこない、まあというような感じで、今回はちょっと自分の中でいろいろ決意したこととかを話をし、これからもっとでかい男になっていこうと思います。引き続き応援のほどお願いします。以上です。